はいどうも、かずきです。えっとですね、今回は2023年の CP プラスに参加してまいりましたので、まあ、その様子とか感想みたいなものをざーっとお話ししていこうかなと思います。まあ、今回の CP プラスですね、4年ぶりの現地開催というところで、もうめちゃくちゃ人が多かったなというふうに思いましたし、あと YouTuber の方めちゃくちゃいっぱいいましたね。まあ、ゆうとびさんもいましたし、西田わさんもいましたし、いるこさんもいましたし、 あとは、誰だっけな、忘れちゃいましたけども、なんかいっぱいいたんですよね。あ,あ、あの人だ、あの人だ、あの人だ、みたいな感じで、僕自身は一切声かけられることはなかったんですけども、まあ結構ね、そういうの見てるだけでもすごい楽しいな、なんていう風に、正直感じたというところなんですけども、今回は各メーカーのブースにいろいろと製品を見に行きましたので、まあその辺のお話をしていきたいんですけども、まずですね、ちょっと最初に、あの、ノベルティみたいなものをね、紹介していきたいと思います。こちらがまずソニーのものなんですけども、なんか LINE に登録するかなんかすると、このね、キーホルダーが もらえます。というところで、第三元の標準ズームレンズのキーホルダーですね。はいで、あとはこちら om システムズですね。こちらもですね。アプリに登録してアンケートを答えるとなんかもらえるみたいです。はいで、あとはですね。こちらはい。越野さんのブースではこんな手ぬぐいをね。 配っておりました。フォクトレンダーっていうふうに書いてある非常にシンプルな手拭いなんですけども、なんか最近手拭いって流行ってるんですかねニコンさんのこの手拭いはなんか毎年やってるみたいなんですけども、なんか小品さんも毎年ね、この手拭いとかもやり始めるのかなっていうふうに、ちょっと思ったりとかもしたんですけども、まあそんなところですね。で、あとは、はい。キャノンですね。イ、e、オス R8 のクリアファイルがもらいました。はい。 他にもですね、いろいろなノブリティ配っているところはありましたが、まあ正直全部ね、もらいに行くっていうのはなかなか難しかったので、まあこの程度になってしまったというところなんですけども、えー、今回ですね、僕自身が回ったメーカーっていうのが、富士フィルム、ニコン、キャノン、コシナ、シグマ、タムロン、この辺ですね、ちょっとソニーとパナソニックに関しては時間なくていけなかったっていうところなんですけども、今挙げたメーカーの中のお話を今回ざっとしていこうかなと思います。で、まずですね、はじめにこちらですね。はい。 コシナさんのブースについて少しお話をしていこうかなと思います。まあ一番ね、これ注目されてる方が多いんじゃないかなっていうふうには感じるんですけども、あの、富士フイルムの X マウント用の単焦点レンズ 35mmF0.9 というものが発表されたじゃないですか。で、それがもう実際に展示されていて、プラスアルファで自分の持ってきたカメラにつけて撮影して、しかもそのデータを持ち帰ってもいいというところで、もうめちゃくちゃいいじゃんというふうに思って、もう2回もね、ちょっと触りに行っちゃったんですけど こんな感じでね、カタログもあるんですよ。で、カタログの中にまだ多分ね、えー、書いてはいないんですけども、あのレンズはめちゃくちゃ個人的には良かったなというふうに思いました。何がいいかっていうと、やっぱりあの、ボケ感ですよね。APS c 機でここまでボケるんだっていうふうに思わせてくれるような描写をしてくれるというところと、 あとはですね、このシャッタースピードがめちゃくちゃ稼げるなっていうふうに思いました。展示会場って室内なんで結構高量っていうのが少ないんですけども、もうその中でも全然 ISO 感度上げずにパシャ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 シャッター切れるなぁなんていうふうに思ったんですよ。それだけ0.9という値がやっぱりすごいっていうことですよね。絞っても1とか1.2とか1.4にできるってすごい。 ですよねあの描写傾向に関してはどちらかというとこの 35mmF1.2 のようなオールド感のある写りというよりは 23mmF1.2 のような開放からも使えるような感じの、まあ、設計思想になっているんじゃないかなというふうに思いました 35mmF1.2 って僕自身結構好きなんですけどももう開放からボケボケってピントどこに合ってるかわからないみたいな感じじゃないですかでもそういう感じではないんで普通に0.9秒でもしっかりとピント面っていうのは分かりますし普通に写真が撮れるんですよで 大きさに関しては、まあ、僕自身も写真撮ったんですけども、XF の 56mm の,56、mm、の F1.2 と同じぐらいの大きさ、重さぐらいになっているのかななんていうふうには思いました。なので、そんなに、ね、大きくて重たくて持ち上がしができないみたいな感じのレンズではなかったとっいうところで、もうね、なんかいろいろと揃ってめちゃくちゃ欲しいというふうに思ってしまいました。で発売日とか価格に関してはまだ未定みたいなんですけども、まあ、ただね、撮影データが持って帰れるぐらいのレベルになっているということであれば、そこまで ですね、発売日も遠くないんじゃないかななんていうふうに個人的には感じているというところですね。まあ価格に関してはね20万円はさすがにいかないでほしいなっていうふうには感じてるんですけどもまあ、ああよくば10万円台前半ですよね。まあそれぐらいだったらすごい嬉しいななんていうふうには正直思いました。であとは アジフィルム X マウントの、えっと、27mm の F2 というね、超薄型のパンケーキレンズも出るんですけども、もうこれもね、めちゃくちゃ良かったんですよ、ね、も全部いいじゃんっていう話なんですけども、あれはめちゃくちゃ描写も綺麗に映りますし、えっと、27mmF2.8 ではなくて F2 っていうところなので、やっぱり扱いはしやすいのかなっていうふうに思いました。で、あと、マニュアルフォーカスでピントを合わせるときに、こう下の方にちょんとね、つまみみたいなものが出てるので、まあ、そこに関してもですね、非常にこう、操作がしやすい いいなという,ふうに感じましたで材質も金属なんでめちゃくちゃ質感もいいんですよだから芯に薄型を求めている方にはめちゃくちゃ刺さる製品なんじゃないかなというふうに思いましたでこれが X マウントの新製品の2つのレンズですよねでこの他にもですね RF マウントの 50mmF1 というレンズであったりとかあとは Z マウントの 50mm の F1 っていうのもね、ちょっと試したんですよ。で、50mm の Z マウントの F1 に関しては、まあ、ある程度やっぱり大きさ、重さっていうのはあるんですけども、Z9 につけると割としっくりくるような感じの大きさになってました。で、移りに関してはもう本当に正統派で F1 から使えるような感じの描写になってるんじゃないかなというふうに思ったというところで、 もうなんかね、コシナがすごい経験になってんじゃないかなっていうふうに最近すごく感じるんですけども、まあいわゆる純正メーカーでは作れないようなレンズっていうのをもう今コシナがね、すべてになっているような形になりますので、やっぱりすごいメーカーだなぁなんていうふうには正直感じますよね。あの、いわゆるもうありきたりなレンズというよりは、まあ 35mm の F0.9 であったりとか、あとはオールド感のある 35mmF1.2 のような、なんていうんですか、一癖あるような感じのレンズっていうのを出してくれるので、もう 個人的にはね。最近すごく好きなんですよね。はい、ちょっとね。あんまり越野さんの話すると長くなりそうなんで次行きたいと思うんですけども、えっ、ー、と次はですね。ニコンですね。 はい。ニコンに関しては、Z マウントの 85mmF1.2 っていうね、発表された大口径単焦点レンズっていうのを触れますし、あとは 26mm の F2.8 っていう超薄い型のパンケーキレンズあったと思うんですけども、あれも触ることができます。で、ただ、85mm の F1.2 に関してはデータの持ち帰りっていうのができないようになっておりますので、まあその場で実写してどんな風になっているのかっていうのを、まあ確認しなくてはいけないというところでございます。まあ、85mm に関してもすごい正当化というか、 きれいに写るなというとううころででで一言で終わってしまうんですけども、まあ、やっぱり 85mm だけあって最短撮影距離っていうのはそこまで短くないっていうところでまあスナップでも使えるとは思うんですけどもまあ主にポートレートになるのかななんていうふうには正直思いました、まあ、結構ね Z9 につけても大きいなっていうふうに感じるぐらいのサイズ感なので。 まあ、あのレンズ自体の描写に惚れ込まない限りはね、買おうっていうふうにはね、思わないんじゃないかなと思います。まあ、ただ、描写に惚れた方であれば、その大きさっていうのも無視できるというところで、まあ、この辺に関してはやっぱりニコンのね、Z クオリティというところがありますので、まあ、実際に手に取って描写がどんな風になってるのかっていうのは、ぜひね、試していただければいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、これレンズと関係ないんですけども、まあ、ニコンさんのブースで、僕自身ね、今回、あーって思ったのが、あの、写真の展示っていうのをしているんですね。 その写真の展示がめちゃくちゃゃく綺麗なんですよ。はい、あのこれ行かれた方は分かるかもしれないですけども、まあ、スポット光がしっかりとこう写真に当たっていてもう発色がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。最初僕自身遠くで見た時になんかアクリルパネルかなんかがこういわゆるね後ろから光が当たって透過してね あの、光ってんのかなっていう風に感じるぐらい発色が良かったんですよ。で、実際に、ね、近くに行ったら普通に印刷されている紙に、ただ照明がパーンと当たって反射光が目に届いているだけだったんで、 まあ何の光を使ってんのかもわからないですし、印刷に関しては多分エプソンの印刷なのかなわかんないですけど、確かそんな風に返してあったと思います。ただ、あれはちょっと CP プラス行った方は、ぜひね、あの、ニコンブースの写真の展示ブースっていうのも見ていただければと思います。めちゃくちゃすごいんで、近くに行ってこうね、業視したくなるぐらいの発色の良さなんで、はい。 で続いてはですね、富、え、士、っと、フ,フィルムなんですけども、富士フィルムに関しては今回真新しい、ね、あの新製品というのは正直ないというところで、富、え、士、っと、フ,フィルムのまあカメラですね、レンズであったりとか GFX のレンズであったりとか、まあ、そういったところを試せるブースというのがありまして、まあ、人が立っていてね、 女性を、まあ、ポートレートで撮影するみたいなところがあります。で、プラスアルファで、チェギのブースなんかも結構大々的に今回やっていて、まあ、その場で印刷できたりとかっていうところで、まあ、ちょっとね、散歩カテラに行って、チェギをね、印刷するみたいな感じも、まあ、ありなんじゃないかなと。 思いました。で、プラスアルファで、あの、富士フィルムの、いわゆるこの写真を利用した、まあ、グッズ関係のものっていうのを今回多く展示されておりまして、もちろんプレミアムプリントっていう写真印刷のサービスはありますけども、まあ、それ以外にウォールデコであったりとか、あとはアクリルのね、なんか、スタンドみたいな、プリントみたいなのもあったし、あとは、 グラスであったりとか T シャツであったりとか、あとはフォトブックとかカレンダーであったりとか、まぁ、あ、いろいろなものをこの写真を利用してグッズ化できるようなものっていうのが、えっ、ー、と、展示してありました。で、僕自身ですね、プレミアムプリント以外、正直そういったサービス利用してなかったんですけども、今回あの展示品を見ていて、かなりね、クオリティが高いなっていう風に思ったので、まあ、ちょっとなんかの機会があったら、 僕自身でね、ちょっと作ってみて、どんな感じになってるのかなっていうのは、確かめてみようかなというふうに思いました。別に僕自身が写真集を出すとかっていうわけではないですけども、まあ、僕自身が個人で楽しむね、あの、ものとして、海、まあ、みくんのね、あの、グッズを作ってね、あの、自己満足に浸ったりとか、まあそういったことも多分できると思いますので、ちょっとそういった利用っていうのも今後していこうかなというふうに思いましたというところですね。で、あとね、フジフィルムのースでちょっと引っかかったのが、あの、 ブースの前にカメラとかがバーって並べられてるんですけども、そのカメラの中にこう、いわゆる全部のカメラがあるわけなんですけども、その中にね、X プロ3がもういなくなっておりました。はい。富 <laughs> 士フ,フィルム X プロ3はもう公式でもディスコンなのかなというふうに、そこでちょっと感じてしまったというところでございます。で、あとは GFX の 55mm の F1.7 っていうレンズが、まあシルエットになっていて、2023っていうふうに書いてあったので、 あの単焦点レンズは2023年にはおそらくもう発売するんじゃないかなっていうふうに思ったというところでございます。まあ富士フィルムに関してはね、新製品に関してはこのいわゆる X サミットをね、起点にやっているので、次いつだったか忘れちゃいましたけども、確か4月ですよね。 はい。まあ4月の X サミットで新製品というところで、まあ富士ユーザーはね、あの他のメーカーのブースとかでわちゃわちゃやってんのもいいのかなというふうに思いました。で、あとね、ブースにね、あの方いらっしゃいましたね。あの上野さんいらっしゃいましたね。はい。 僕自身ねちょっとね話しかけるのが億劫であの遠目からあ上野さんだなっていう風に見てたんですけどもいやちょっとね話しかけるかどうか迷ったんですよね X プロ3の後継機出るんですかみたいな風に聞こうかなとも思ったんですけどちょっとね怖いなっていう風に思ったんで <laughs> 何も話さずにね遠目から見てね去っていきました僕自身ははい別に上野さんの形相が怖いとかそういう話じゃなくて僕自身ちょっとね動画でいろいろと言ってるっていうところで見られてるかどうかもわかんないですけどもちょっとね怖いなっていう ししまいましたね、はいはい、で続いてはですね、えーと、キャノンなんですけども、キャノンに関してはやっぱりね、見たいカメラあったんですよ。えっ、ー、と、こちら、イオスの R8 と、あとはイオスの R50 というカメラですね。こちらの R8 に関してはフルサイズ機になるんですけども、R50 は APS-C 機というところで、まずね、R50 の話をしていきたいんですけども、R50 ね、めちゃくちゃちっちゃかったです。びっくりしました。あの手に持った時に、なんかこのね、つまめる感じの、ね、ちっちゃさになっていて、 あの、いわゆるこの幅っていうのがもう GR とほぼ変わらないぐらいの幅になっていて、こんなちっちゃいの APS c 域でっていうふうに正直思いました。で、プラスアルファで、あの、キャノンのブースって BMX みたいな、この、いわゆるこの自転車がね、こう駆け抜けるような感じのブースになっていて、あの、そこで動体追従性みたいなのを試すことができるんですけども、それでこう合わせてみたら、あの、オートフォーカスがね、もう普通にすごい追従するんですよ。 こんなちっちゃいカメラでエントリー向け,向けっぽいのになんでこんな AF 通0すんのっていう風に感じるぐらい、あの、性能が良かったんで、もうエントリー機としてはめちゃくちゃ完成度高いなっていうふうに感じました。あの、何のカメラをおすすめかって言ったらやっぱ R50 進めたくなりますよね、普通に。だそれぐらい完成度は僕自身は高いなと思ったので、あの R50 はね、すごく売れるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、子供撮る時なんかもね、あれだけのオートフォーカスがあれば絶対撮れると思うんで、だから便利。 ですよ、ねはい、であとはですねこの R8 ですねこれフルサイズセンサーを採用してるんですけどもこのカメラもすごくちっちゃいんですよもう両方ちっちゃいんでびっくりしたんですけども R8 においては、まあ、R50 よりはね少し大きい きくはなるんですよもちろんそれはセンサーサイズが大きくなるからっていうところで大きくなるんですけどただ僕自身が持っていた X プロ3とかで並べて比較した時にあんまサイズ感変わんないなっていうふうに正直思ってしまったっていうところでもうキャノンのねいわゆるエントリー向けのカメラがどん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 しっかりね小型化されてるなっていうふうに感じましたで AF 追従性に関してはもちろん RA としっかりしてますし連射性能に関してはメカニカルシャッターはそこまでコマ数切れないんですけども電子シャッターであればまあ十何コマとか普通にけたり かもするので、まあ、体撮影も全然、OK、ですよね R50 に関してはねメカシャッターで12コマとかいけますから昔だったらねメカシャッターで12コマとか14コマってフラグシップ機がねなせる技だったんですけどもそれがもうあんなちっちゃいカメラでそんなことできんのっていう風に。 で、感じちゃったんですけど、いかがでしょうかぜひね、キャノンブース行かれる方なんかはね、もうこの新製品は試していただければと思います。で、あとはですね、タムロンに行ったんですけども、えっ、ー、と、タムロンブースはですね、なんかこれまたね、面白くて、入り口のね、入ってすぐ右にあるんですけども、あの、ねぶた祭りみたいな感じになっていて、すごいね、タムロンさんのブースだけ和の感じなんですよ。もう日本、ジャパニーズって感じがするんですけども、なんかねぶたのこの、いわゆる、なんていうんですかね、あの、なんていうのかわかんないんですけども、 飾って,いてまあそれを被写体として撮影してくださいねみたいな感じのブースになるんですけどもあの富士フイルムの X マウントのえっ、ー、と1120だったかな。 のレンただ、展示だけになるので、実際に使ってどういうツリーになっているのかっていうのは確かめることはできなかったんですけども、まあ、ゆくゆくね、あの、発売されるのも近いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ソニーの E マウント自体では同じようなものっていうのはありますので、まあ、それをちょっとね、マウント変えたりとかなんか変えて出すというところになるので、まあ、価格もそこまで大きく変わることはないと思いますので、うん、まあ、あのレンズに関してはね、ちょっと成形写真とかでも使ってみたいななんていうふうに、個人的には 感じていたりとかもしますはいまあタムロンさんのねレンズに関しては僕自身もね以前お借りして使ったこともあるんですけども f 2.8同士でコンパクトっていうところでねコンセプトで作られているんでまた純正のレンズとは違うようなねあのいわゆるレンズになるのでまあまたこれもね非常に迷いがいがあるようなレンズなのかなというふうに思いましたはいあとねあごめんなさい忘れてたこれサンイーストのねこれバックあるんですよはいいかがでしょうか これね、なんかアンケートに答えるか LINE 登録するかでもらえるんですけども、サンインストっていう、えーと、いわゆるメディアのね、メモリー関係のメーカーなんですけども、かなりしっかりとしたね、トートバッグがもらいました。個人的にはこのサンインストさんのバッグをもらって、各メーカーのブースに行って、カタログバン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 詰め込んでいくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとはね、キャノンさんのね、このバッグっていうのをね、 例年通りありますので、まあ、ここにカタログバン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 突っ込んでいくっていうのもありですね。カタログだけで持っていくとね、やっぱり邪魔だったりとかもするんですけど、まあ、袋を配っているメーカーのところに行けば、後の方でね、荷物とかいろいろとね、まとめやすかったりとかもするので、まあ、ぜひね、利用していただければと思います。はい。やっぱりね、個人的に今回一番暑かったのはコシナのブースですね。 もうめちゃくちゃ0.9欲しいなっていうふうに <laughs> 思っちゃったんですけどなんかねもう持った時に欲しいっていうふうに感じましたし撮った時にまた欲しいっていうふうに感じてなんかねこう感覚的なものなんですよねあのいわゆる合理的に判断してこのレンズは必要か不必要かというよりはもう単純に撮ってて楽しいかどうかですよね 35mm の0.9には撮ってて楽しいと思えるようなポイントがあったなというふうに僕自身感じましたので 富士フ,フィルムユーザーの方であれば、あの、CP プラス行かれるんであれば、あの、コシナのね、ブースに行って、35mm の F0.9、ぜひね、試していただければと思います。もうね、久しぶりに CP プラス現地開催っていうところで、めちゃくちゃ楽しかったですね。ちょっとね、僕自身もあと1日ぐらい行こうかなっていうふうに思ってるんですけども。 もうずっといろんなところのメーカーのブース回って、機材触ってっていうところやってたら、もうあっという間にね、時間が来てしまったというところで、やっぱりね、機材好きとしてはね、非常に楽しいですね。物販の方とかもね、今回全く行かなかったんですよ。時間がなかったんで。物販の方もね、ちょっと見てみたいなっていうふうには感じているので、まあやっぱり2回は行く必要あるのかなっていうふうに、個人的には感じました、CP。c p プラスの入場のチケットを印刷すると、こんな感じで、あの、キャノンのね、 くじ引きみたいのがあると思うんですけどもこれは僕自身は外れましたはい何か当たるかなと思って行ったんですけども何も当たらなかったというところでクマちゃんとか当たったらこの辺に飾ろうかなっていうふうには思ってたんですけどもまあ僕自身キャノン一切今持ってないんですけど <laughs> はい <laughs> 写真映像用品年間っていうのあるじゃないですかこれまああのティプラス割と行かれてた方だったらご存知かもしれないんですけどもこれびっくりしたのがねめちゃくちゃ薄くなってるんですよこれ分かりますえー、って思って。 なんかの製品のカタログぐらいの薄さになっちゃったんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、昔もっとこれの2、3倍ぐらいの厚みありましたよね。確かなかったかな。いや、なんかもっと厚みあったイメージがあるんですけど、薄って思って、えこんな薄くなっちゃったんだっていうふうに思ったんですけど、いかがでしょうか。あの、用品自体がどん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 数減っちゃってるのかな。それとも掲載するメーカーが減っちゃってるのかな。まあ、その辺ちょっとよくわからないんですけども、まあ、だいぶ数減ったなっていうふうに。 正直感じましたね。メーカーの広告とかを出してないのかなまあそういうところもあるんでしょうねっと。はい。めっちゃ薄くなってましたというところで。これもね、例年通り無料でもらえるんで、まあぜひね、気になる方なんかはチェックしていただければと思います。はい。えー、という感じでですね、今回はこんなところで終わりたいと思います。それでは、バイバイ。